森さん、こんばんは。和江さん、こんばんは。そう、ピンクなの。ミルクフェド。トレーナー。かわいいよね、これ。イージスさん、こんばんは。シュウさん、こんばんは。キキさん、カツトシさん、こんばんは。なんとなく集まったかな。メッシさん、こんばんは。はい。なんと、タナさん、こんばんは。あ、ピンク似合ってると嬉しい。ありがとう。なんとですね、先日、さっきね、ツイートもしたんですけれども、先日、ショールームに行って、挑戦させていただいておりました。ビスリーダーズ3期メンバーですかね。の、オーディションなんとグランプリいただきました。やったー。ホリさん、早めのパブロンさん、ハートありがとうございます。早めのパブロンさん、こんばんは。ハコさん、オツさん、里正さん、レツカヨウさん、こんばんは。ワーポイ ありがとう、嬉しい。エンジョイ TPM さん、こんばんは。ありがとうございます。あ、ミッチさん、青ポシ、ありがとうございます。ハンナちゃん、ハートー、ありがとう。モーフちゃん、こんばんは。いや、本当に嬉しい限りでございます。お祝い星投げとか、ありがとう。そう、まあね、皆さんにね、1位っていう素晴らしい順位をいただきまして、カイトさん、ハーさん、こんばんは。カイトさん、ハートありがとうございます。キキさん、流れ星ありがとうございます。エントロピノコさん、こんばんは。アバターありがとうございます。そう、まあ、なんだ、皆さんにね、1位っていう素晴らしい順位をいただいて、でもね、正直ちょっと不安もあって、やっぱりまあ、ほらね、連続なわけですから、今回グランプリをね、いただいたのって、それってどうなんだろうって思っていて、もらえるものなのかっていう不安が実はちょっとあったりとかしてたんですけれども、無事にグランプリになることができまして、本当に安心したし、やっぱりすごく嬉しいなと思いました。で、改めてまたお礼配信とかもちょっとさせていただきたいなと思ってるんですが、10月中はね、バタバタしてるので、もしかしたら11月になってしまうかもしれないです。ちょっと申し訳ないんですけど、絶対やりますので、ちょっとお待ちいただけると嬉しいなと思います。はい。目尻から水分が流れてた。本当にキモハートでしょってどういうこと？ どういうことやねん。ドリーマーさん、七色のインコさん、こんばんは。ゲンさん、お花ありがとうございます。里正さん、ハートありがとうございます。勝利さんもハートありがとうございます。BPM188 さん、こんばんは。和江さん、お花ありがとうございます。勝さん、こんばんは。ね、本当にみんなのおかげです。ありがとうございます。ピコットキャットラミコさん、ヒサさん、こんばんは。里正さん、流れ星ありがとうございます。そう、鼻声だよね、わかる。花粉です、多分。はい、花粉です。あ、ヤケルさん、こんばんは。3度目って実はあまりない。そうなのかな。そうなんだ。どう、なんかね、すごく嬉しいですよね。ずっとお世話になっている伊賀の藤丸さん、こんばんは。ね、またね、私のこうファッションこう見せていけたらなと思いますし、いろんなね、ファッションに挑戦していけたらなと思ってます。マスルさん、こんばんは。多分花粉だと思うんだけどね、どうだろう。風と花粉が混ざってる感じでもね、なんかもう鼻のね、粘膜がね、めっちゃかゆいのよ。だから多分花粉だと思います、これ。アノノさん、こんばんは。カツさん、親衛隊119人目、ありがとうございます。やったね、ありがとう。ね、風も
気をつけなきゃ。わー、ありがとうございます。エントロピノコさん、エンジェルクマちゃん、ありがとうございます。そして親衛隊120人目、ありがとうございます。嬉しい。伊賀の藤丸さん、お花ありがとうございます。アノンさん、ありがとう、おめでとうって、ありがとうございますね。150人くらいを今目指しているんですが、あの親衛隊ね、うん、今120人なんで、あと30人ですね。うん、嬉しいです。シジュウカラさん、こんばんはね。応援たくさんありがとうございました。あのね、さっきツイッターでも言わせていただきましたらね、無事グランプリということでありがとうございます。本当に七色のインコさん、ハートありがとうございます。嬉しい。かゆい眉毛グランプリになると炊飯器はもらえないかな、さすがに。炊飯器買います、普通に私自分で。炊飯器買わなきゃ忘れてた。おめでとう、楽しんでて、ありがとう。あ、ツンニャさん、親衛隊121人目、ありがとうございます。すごい嬉しい、増えてる。アナノさん、ハートありがとうございます。みんなは風邪とかひいてないですか、大丈夫ですか。続々と親衛隊さんが増えてて、150人もあっという間かもね。だと嬉しいんだけどな。ね、増やしていきたい。ひろひろさん、トトロのおなかさん、こんばんは。お、炊き込みご飯食べてていいね、秋だね。なんか炊き込みご飯ってすごい秋だなって感じがします。そう、あのね、そうグランプリになったので、またインスタライブの方にも出させていただけると思います。花粉で風邪みたいになってる。え、わかる、一生、多分一生。なんかもう喉もちょっとやられてるぐらい舞う。配信あっても日向さんとは別の方なの、わかんないです、それは。あの、はい、向こうというかビスサイドが多分決定するので、私は全然あのわからないんですけど。しがきさん、こんばんは、流れ星ありがとうございます。マスルさん、パボクマありがとうございます。きよちゃん、こんばんは。今日お客様にお汁粉振る舞っていただいて、断りきれず食べたら妹だな。甘いよね。わあ、人が作ったものもあんこも苦手なのに頑張った、それはすごい。でも断れないよね、しかもお客さんなんてね、余計そうだよね。いやー、そのがっつり拍手だわ、素晴らしい。アメちゃん、こんばんは。ね、次誰だろうね、誰でも緊張しますけど。楽しみ。カズーさん、こんばんは。あなたのために作ったのよって笑顔で言われたらね、あー、それはね、食べるよね。ビスおめでとうって、ありがとう。深夜キャンキャンは挑戦者の立場だったけど、ビスはいわばチャンピオンのボーイズ。確かにね、そうだね。まあね、選ばれるチャンスはあるとはいえ、1位以外でもね。でもさ、あれじゃんね、やっぱあの、なんだろう、それでもね、こうあのグランプリだとね、結構いろいろ得点があったりとかもしてたのでね、取れてよかったですよね。ゆしさん、きみざらさん、こんばんは。去年あたりは多い月で親衛隊50人とか言ってたのに、150人でまあまあファン確実に伸びてねえ。だと嬉しいんですけどね、あのまあ制度が変わったりとかもあるので、ちょっとあのね、わからない部分もあるはあるんですけどね。でもなんか、なんだろう、こうね、ちょっとでも興味を持ってもらえたりとか、なんかたまにまあ気が向いたからちょっと見ようかなとかってでもね、思ってもらえたら嬉しいですよね。
そう、ね、毎日配信も順調に、日数をね重ねていけてますし、これどこまで続けられるかねっていう、もうここまで来たら切れたくないという気持ちもありますので、どこまで続けられるかなという次第ではあるんですがね、フォロワーさんもちょっとずつ増やしていけたらなと思ってます。君空さん、かわいい、ありがとうございます。あとラブレターもありがとうございます。そして四十川さんもかわいい、ありがとうございます。365日、そうだよね。でも365日目っていうのもさ、毎日配信始めてから1年目ってことでしょ。1年目ってか1年経ったってことでしょね。とりあえずそこ目指したいよね、一旦。台湾高尾さんこんばんは、ボイドさんこんばんは。そうだね、義務になったら上ってなるから、まあ上ってなるから上めんどくせえってなるから、うん、なんだ、無理しない程度に。毎日お疲れ様です、ありがとう。いやいや全然、私なんてあれなので、みんなの方が大変だと思いますよ。ね、お仕事しながら私の配信もさ見てさとかってなってるので、ほんとコメントとかも全然無理せずにっていう感じで。あー、ボイドさん深夜帯122人目ありがとうございます、嬉しい。マーマーが配信できないときはマーマーやだよやだよ。おお、今日仕事帰り弥彦神社行ってきたよ。マーちゃんに幸あると思われてきた。優しい、そんな自分のことをお願いして。でも嬉しいよ、ありがとう。やばいね、声がガサガサしてきた、マジで。全然具合悪くないから心配しないで。ガチ花粉なのこれ、絶対やばいでしょ。秋花粉のがやばいのは。勝利さんかわいい、ありがとうございます。そう、まあ、寒いのもあるけど、でもなんか全然なんかそういう体調不良じゃないです。そうで、鼻とかやられてるからすごいずっと眠たいし、あれなんだけれども、そう夫婦配信なんないんそれは誰が見たいのそれ。さっきあれかじゃないの飲んでないの一滴も。わっ、はい、パパの音楽遍歴を聞いてみた。あー、パパって最初なんだろうね、おにゃんこクラブが好きでしたおにゃんこクラブが好きだったり、なんか結構やっぱバンドとか好きだったっぽいよね、うん、ママはチェッカーズが好きだったしそう、男の子の見るようなアニメとかがずっと好きで、そう、キン肉マンとか、あとプロゴルファー猿、キャプテン翼とか、タイムボカンシリーズ。豆の目さん、 KJ さんこんばんは。セーラー服を脱がす系男子やめて、なんか嫌だからやめて。そうそう、あとなんだろうな、パパって、まあでもパパ昔から野球好きだったから、野球が好きだったりとか、野球をねよく見てたりとか、今もそうだけどテレビとかはね。そう、ママ、うん、そうね、ママずっとチェッカーズっていうかフミヤが好きだったんだよね。そう、フミヤフミヤってずっと言ってましたね。で、昔ね、今もう違う車に乗ってるから違うんだけど、昔パパがメインで乗ってた、まあ、家族用の車、あれ何人乗りだったっけな、7人くらい乗れる車乗ってたんですけど、うちなんていうの、あれ、私がさちっちゃい時に結構遠出する
とかってなった時に夜とか寝られるように大きい車乗ってたんですけど、ガウさんこんばんは。そうナンバーがね238でした。フーミンやで238選んだやつね。そう今全然違うけどね、今はなんかたまにテレビとか出たら見たりとかはしてるけど、別になんかそこまでなんかコンサート行ったりとかっていうわけではないです。そうあとまあまあ安室ちゃんとか好きだったかな、あとあゆとか。そう好きで、なんだろうな、パパとかは誰だろう、なんだろう、でもなんか好きなバンドとか多い。全然わかんないな、パパのことって聞けばあーってなるけど思いつかないな。ね、そう安室ちゃんとねあゆいいよね。そうそう今曲とかもね聞いたりしてるよ、いまだに。あとなんだろうな、忘れましたね、うん、そうでもうち結構音楽好き家系というか、音楽好きな家庭ですね。クラシックとかそういうのは全然なんですけどそうマー君こんばんは。そういうのは全然なんですけど、でもなんだろう、なんか割と音楽に触れている機会が多い家族かもしれない。だから私も歌好きだし、なんかママとかがよく歌歌ってくれてたんです、そうちっちゃい時からね。そう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 、だから歌が好きな感じです。歌とか音楽が好きです。ですですって感じでした。はい、鼻がムルムルする。残るはどっち向いても小室ファミリー。あー確かにそうだね、そうだねって知ってんのって話だと思うけど、なんかほら昔のさ振り返り映像みたいなの出るじゃんか、出たりするじゃん、なんかそうだったよねっていう、そういうのを見たことはある。なんかすごいすごいその世代の人みたいになっちゃったけど、今雰囲気的にそうだったよね解雇しちゃった昔をそうだよ、実年齢がじゃないのよ正真正銘22歳なのよ、ピチピチの気持ちはフレッシュ22歳。もうマジで和夫くん、未来さんこんばんは。あ、グランプリおめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そうだよピチピチ。グーさんこんばんは。そうはるかちゃんから連絡来た、そういえばグランプリってわーって言ってた。父母の影響でテレサテンが大好きな小学生だったこともすごいじゃん、いいじゃん、渋いね、いいいいいいです、いいです
はるかちゃんとも早くご飯に行きたい。11月、来たる11月がもうほんと楽しみで仕方がない。早く10月終われマジでマジ終われ。歌詞の意味も分からず歌ってたけど今思うとなかなか際どいまあそういうのあるよね、そういうのあるある、うん、意味分からず歌ってたとかね、全然あるよね。七色のインコさん、キラキラ流れ星ありがとうございます。キラキラ流れ星とかなんか勝手に付け足しちゃった流れ星ありがとうございます。何を聞いてるんだろうか。ガウさん、青ポシありがとうございます。ママとのクリスマスデートイベントって何クリスマスデートクリスマスデートイベントって何アミューさんこんばんは。そう11月はね、そうまた行ったり来たり、でも行ったり来たりって感じでもないかも。最終週に来るだけかな、最終週とかに来るだけかな、うんって感じです。やばいって感じ。本当に12月やるよ、もちろんやるよ。17になんかあるかもねって感じです。のりつけさんこんばんは。結局私毎月さ帰ってくることイエーイはるかさんと食事行くときは割り勘、一回しか行ったことなくてまだで、この間出したんですけど私がね、いやまあまあでもね年上なんで最初ぐらいはと思って、うん、言うても年上なんでね3つもそりゃ出すでしょお、七色のインコさん親衛隊123人目ありがとうございます。のりすけさんバラありがとうございます。タンポポの人さんこんばんは。そまだわかんないけどね。確かに10月が終わると一気にクリスマスお正月ムードになってあっという間に2023。マジでそれね、本当にわかる。17日もみんな食事確かに意味がわからないけどちょっといやいや全然ですよ、あのそんなそんなって感じです。まあ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 ですよ。リッチーさんこんばんは、ハートありがとうございます。全然そんなあの大したことじゃないので、そうそんなあれなんですけど、まあまあって感じですよ。そう美味しいって食べてくれたらそれでいいです。え、クリスマスケーキのチラシなんてもう出てんの。でもそりゃそうか。あ、はい、ちょっと待って、はいはい待って、嬉しいことあった、今日報告したい。全然さ全然みんなには関係ない話なんだけどさ、あの私がねなんかちょっと前からずっと言ってたあのディオールのクリスマスコフレというか、あのなんかクリスマスのそのホリデー限定で出るなんかあのリップケースみたいなのがあったの。それね予約なんか店舗で予約がでできないっていうかさ、できるんだけど始まりがいつか分かんなくて、で聞いたけどその聞いた当時はまだ分かんないですって言われてたのずっと。お刺身さんこんばんは。そうそれでまあね今ちょっとバタついてて行けてない、えどうなるんだろうみたいな。で11月の3日に普通に店頭で販売されるのね。そんなに日がないじゃんもう、えどうしようと思って今日
なんとなく調べてみたの、思い出して、あ、そういえばあれってどうなったんだろうと思って調べたら、ネットで予約できて、しかもちゃんと公式のところで、そう、予約できて、マジで嬉しいです。確保できました、イエーイという気持ちですね。まあ、なんかリップも一応限定色が出るんですけど、なんかそれは別にあんまいいかなって感じなので、なんかまあ定番の色でもなんか気に入ったのがあれば普通に自分でお店に行って見てみて中身買ってもいいかなって思いましたので、中身はとりあえず買ってないです、ケースだけ。マジで嬉しい、本当に嬉しい。もうさ、予約日公表しない、いや、なんか多分後々公開はされるっていうか、もしかしたら私が知らないだけでもうお店でも予約始まってるのかもしれないんだけど、そう、最近行けてないから全然終えてなくて情報を。そう、ただなんかママが聞いたのって多分ね、もう10月の頭とかだ、嘘、9月末とかだったのね。だからまだこっちでも分かんないですって言われてて、そうそう、そっから全然行けてなかったからさ、そう、たまたまね今日見てあれだったか、よかった。お刺身さん、おばあちゃんネズミありがとうございます。なんかね、毎年出るっていうか、まあ品は変わるって感じなんですけど、アイテムは変わるって感じですけど、そう、ただなんかその今年のそのディオールのリップケースのデザインがめちゃくちゃ好みで、めっちゃ可愛くて、そう、それは絶対欲しいなって思ってたから、そう、無事に予約できて本当よかった。長尾さん、博士あゆ太郎さん、こんばんは。日頃の行いが良かったと思うのいやいやね、全然ですけど、まあラッキーでしたよね。でも嬉しい、やったって感じでした。なんか今なんでそういう話になったのか全然覚えてないんだけど、あ、そう、クリスマスケーキで思い出したクリスマスケーキでクリスマスコフレを思い出した。そう、やったね。私もうしばらくケーキとか食べてないので、だんだん食べられなくなってきましたけどね、なんか今年は何食べようかなって感じです。多分向こうで過ごすと思うので、ピエンですでももしかしたら友達と過ごすかもしれないから、マサパンダくんこんばんは。今年はやり残したことある？ないかも。わかんない。え、なんだろう、やり残したこと、でも結構ないかも。あんまりないかもしれない。なんかパッと思いつくのはない。ゼロさんこんばんは。可愛さが増してる、嬉しい、ありがとう。我々はどうすればいや、どうもしないです、普通に過ごしてくださいうん、そう、イベントもいっぱいできたし、へそピトいいんだやんないからやんないから安心して。そう、なんかみんなと会える機会をいっぱい作れたっていうのもあるし、なんかそれこそショールームとかでみんなとたくさん挑戦できた、いろんなことに挑戦できた年だったので、めちゃくちゃ充実してました。ハッピーアイスクリームさんこんばんは。いなり寿司さんこんばんは。うん、なんかそうだね、うん、なんかないかもしれない。私もなんか結構バタバタしてる1年だったので、マジであっという間だったし、ここまでね、そう、ここまでもあっという間だったし、多分あっという間に2023年終わるなと思ってますが、うん、でもなんか本当に楽しい1年だったし、
そうだね。テラさんこんばんは。なんかね、なんかなんだろう、今が一番楽しいですって割と言ってるんですけど、今年マジで楽しかったね。なんか楽しいでしかなかったって感じ。クロスストーンさんこんばんは。なんかみんなのおかげですごく充実してるし、まあなんかね、こういろいろ予定が立て込んでたりとかしてさ、まあ、学校のこととかもあったりしてね、そうなんか正直ね、ちょっとしんどいなって思う時もあるし、まあ忙しい時期ももちろんありますが、そうね、まだ終わってないか。そうだよ、まだまだ楽しめる、あと2ヶ月半ぐらいは楽しめますので。そうだけどなんか、うん、なんだろうね、こんなにね、こう頑張ろうとかさ、こう前向きな気持ちで乗り切れるってすごいなって思ってます。本当に雨の中東京までリンゴ飴を買いに行った。でも今年の大きな思い出、そうだよね、あの時本当天気悪くてね、びっくりしたよねでもね、それもね、いい思い出になって出たら嬉しい。カピおじさん、カンさんこんばんは。そう、今が一番楽しいです、私本当に。うん、なんかあと私の中で結構大きかったのが、そのイベント、リアルイベントみたいなことをさ、あの何回かねやらせてもらって、あのそれを通して、あの昔お世話になったスタッフさんとかにまた会えたのがすごく嬉しくて、なんかよしちゃんこんばんは。リンゴ飴がとても昔に感じる、え、それな、なんか今年って言われて、まあもう今びっくりした、あ、そっか今年かってなった。そう、あっという間だったけど、振り返ったらすごい長かったなっていう感じ。ズボンの色が白パーカーに映っちゃう本当だよ、バッグね、バッグとかだね、何回か映ったね、あれ。そうだよ、リンゴ飴今年だったよそう、お世話になったスタッフさんとか、あとね、当時一緒にお仕事させていただいてた方とかにもね、再会することができて、ご無沙汰してますってなれたのがすごい嬉しかったかな。うーんね、あとはなんかやっぱり新たなつながりとかもできたりとかして、なんか本当すごい、なんだろうな、いろいろね、あのいろいろ充実してた時でした、時でしたそうだね、コンサートとかにも出させてもらってね、あのなんだっけね、メンバーと再会できたりとかドンテンさん、ラッケナさんこんばんは。ラッケナさん、だるまありがとうございます。私も今年ワンさんに5年ぶりに会えて幸せな一年、嬉しい。リベドラさんこんばんは。ね、本当に充実した楽しい楽しい1年、まだまだ2ヶ月半ありますけれどもね。え、お豆腐さん、 FTO さんこんばんは。バンフィーさんこんばんは。ね、渋谷イベント、渋谷ってなんだあれ、え、めっちゃ最初、あれ、3月のやつ、あれあれ渋谷だったっけ、あれ表参道、あれ渋谷。リンゴ飴は今年どころか3月なんで、ほぼ半年前、やばー、ガチか。
そう、早いようで長い。バンフィーさん、ラブレターとハートありがとうございます。え、なんだっけ渋谷イベってなんだっけ。3月か、大滝と2人のやつ、県の超大物。来てたかも。え、どうだっけ。忘れてんなよ私っていう。ママがラブで歩いてるところ見たいのが、それね、本当に、うん、最終目標って感じ。割とあやちゃんと並びでチラッと映った時は感無量。あー嬉しいね、そう言ってもらえたら。いや、パリコレは無理ですけどね。まあ日本のね、なんかファッションショーとか出たいですよね、うん、カレーライスさんこんばんは、ハートありがとうございます。ね、ねって何っていう。ミスのイベントでショーに出れたりとかないのかな。ねー、どうなんですかね。でもあんまりなんかそういうのやってるイメージない。ジズーさんこんばんは。会場でまあまあかランウェイ歩いてるって泣いてる画ができる。おもろいなその絵。まあさんの声とても癒されるので配信中寝てしまうことが。あ、嬉しい。いいんですかそのなんか私のあれで。アルマジロさんこんばんは。ファッションショーに出られた中岡さんもね。本当にね、見てほしいわ映像だけでも。サリナちゃんこんばんは。前よりもさらに可愛くなってし綺麗になってみて、嬉しい、ありがとう。ジズーさんポーションとバラありがとうございます。ありがとう。そんな可愛くなってるなんて褒められたら照れちゃうわ。あやちゃんのオンライン会でよくまおちゃんが会いたがってたよって言ってた。あ、そうなのか。やん。嬉しい、そんな私の話題を出してくれてたなんて。ねえ、ほんと良い1年だ。すでに良い1年。リッチーさんお花ありがとうございます。そう、あの非常に良い1年、今年はすごいよ。だって夢が叶ったりしてます、みんなのおかげ。まおちゃんのインスタめっちゃ好き、なんであんなに可愛い。ありがとうね、そんな褒めてくる。みんなどうしたの。ありがとうね、そんなこと言ってくれて。全然だよ、うん、もうあれだから、もう必死にいろいろ写真撮って載せてるって。なリッチさん深夜帯124人目ありがとうございます。マンポシ泣いていいっすか。泣かないで。泣かないで。そうだよ、撮影師ママママです。この前のはママ。なんかお友達の時もあるし、あの向こうで撮ってるのはね、お友達とかに撮ってもらったりとか、まあ普通に自撮りは自分で撮りますけど、全身とかはお友達に撮ってもらうことが多いです。そう。
ですです、はい、そうママはねもうあの私のこと何でも分かってますし、あの本当私よりもこだわりがすごい、もっとこうした方がいい、もっとこういう顔の方が可愛いとか、もっとこういうポーズがいい、なんかポーズがおかしいとか言って、そうそうなの、私ね撮ってくれる人みんな写真上手でね、うん、嬉しいです。そうポーズがおかしい、そんなもっと目開けて本当にさ本当に鬼カメラマンだからマママジで。そうだよママなんてめっちゃスパルタ、昔からそうだよ。なんかさそれこそさあのなんかあのねジュニアモデルでなんか応募するとかさ、あのなんかオーディション応募するとかなった時って、あのこっちでね写真を撮ってそれをまあ現像して貼って出すって感じなんだけど、あのやっぱさこう目を引くやつがいいしね、少しでもスタイルがよく見えるやつがいいじゃん。で今みたいにさあの携帯でとかってできない時代だった、あのなんていうのできないというかさ、そんなね今みたいにいい画質じゃないしっていうので、あのデジカメで撮ってねやってたんだけど、もうなんかママもさ画角とかめっちゃこうやって調整しながらさやってたんだけどさ、でもっとポーズがなんか今おかしいからとか、なんかもっとレパートリーないの撮影とか呼ばれたらどうすんのとか言ってめちゃくちゃ怒られながらやってたからそれで困ったママがもうどうしようってなって、こんがらがって変なポーズがするとママもう笑っちゃってて、もう途中からね、おかしいじゃんそんなわけなくないとか言われてね、すごい文句言われながら撮ってました。マジでおもろい。え、わかる、あのさそう幼なじみ最近マジで会えてなくて本当予定合わないの。そうまあ向こうも向こうでね忙しいしっていうので全然会えてないので、11月にね会おうねって言ってるから、幼なじみとかもちょっとまた撮ってもらいたい。もうマジで良き理解者なので幼なじみは昔から。大滝に息子抱っこしてもらったか、今度もあそうなんだ、そっかそっかいいなそうそれってだからなんかそういうのさ、まあ、撮るためにさまあ髪の毛やったりとか顔やったりとか、マウはさ当時小学生とかだから自分でメイクとかできないし、まああのメイク道具とか持ってないよね、もちろん。ママがさいろいろやってさ調べてさ周りの子のやつとか見たりしてさあのやってて、かつけまつげとかをつけてたのね、こうパッてこう目がねこうピカッて見えるようにされてたんだけどさ、そんなん当たり前につけ慣れてないじゃん、つけまつげなんて。でさあれってさノリでさくっつけるわけじゃん。で今もっといいのがもしかしたらあるのかもしれないけどさ、ママもさそんな慣れてないからさノリの量とかがさすごい、あの最初はねもう試行錯誤しながらやってて、でママもさそんなやったことないからもうあんな異物じゃん言っちゃえば。さ目がさしょぼしょぼしてさまだノリが乾いてないのにこうやってさまばたきとかしちゃうわけ、痒くてこういうところについたりすんのねえとか言ってめっちゃ怒られた、怒られたってかママも笑うしかないみたいな、ねえヒゲじゃんまばたきすんなとか言われてマジ怖いんだけど、本当にねもうすごくもうおにぎれ笑い話だけどね。そうとかそれこそなんかさ何パターンも応募したいから何個も あの髪の毛変えてもらってさ、髪型そう何個か変えてもらったりとかして、服とかもさ何通りも着替えてさみたいなやってたな、マジで面白かったな。いまだにあの思い出話として話して笑ったりとかすることあるぐらいそう、でも全然嫌なね思い出じゃない
亀立ちしなみに本当にさ、そうマジでやる気あるとか言われて、本当にうなせ将来のまあまあカメラマン高橋は撮影会会場こすごいんだけど、イベント名みたいになってるけど、確かにママの声出演が始まったというかもうないと思うけどね。そうだね、確かに。そうそう、面白かったな。まあいろいろね、うちは田舎から出て行ってた家庭なので、もう本当に周りを見てさ、こうどうしよう、こうがいいかな、ああがいいかなとかね、いろいろやってもらってましたけど、とってもいい思い出。いつかまーちゃんの撮影会もあったし、やりたいよね、まずやりたいと思ってる、本当にマジでやりたい。撮ってほしい、みんなに。前に会ったの？撮影会？ないよ。でもなんかやってる人いるよね。大滝とかもやってない？あれどうやってやんの？どうやってやんのとか言って思う。いや耳、耳取んのやめてよ。可愛く撮って。まずマウガくん、ダメだよ。あのさ、ダメ。マウさ、マウさ、絶対さ、絶対笑っちゃう。ふふとか言っちゃう。いや、おでことか絶対出さないんでやめてください、マジで。拒否。あー、一眼レフ嬉しい。カメ子さんね、そう、もうなんか可愛く撮って、絶対ふざけちゃう。あ、横顔、あ、いいじゃん。なんかちょっと黄昏中のみたいな。やばい、恥ずかしい。なんか撮影会イベントのところに登録とかする。あ、そうなんだ。恥ずかしいね、ドキドキしちゃうね。カズさんこんばんは。ヨトさんこんばんは。撮影会開けるガチイベとか、確かに確かに確かに、そりゃそうかもしれない。男装には興味ありませんか？全然やってみようと思ったことないですけど、私似合うんじゃない？男顔だから多分割と。前日に撮影会の服選び配信してあたふたする。そりゃそうかも、うん、マジで本当になんかここぞっていう時に限って事件が起きたりするの、私って。だから大変なの。いやデプ、マジで。あ、10時半くらいまで配信します。今日はちょっと短め。これ短めって言うの？私にしては短め、うん、確かに。もっと前から決めとけばいい。そりゃそうだ、間違いない。マジでそうすぎる。
真冬の小千谷市内で屋外撮影とかだ。いやいいけどさ、そんなのいいけどガチで不機嫌だと思う。最悪。 KSK さんこんばんは。高級ヘアドライヤーがもらえるイベントある。リファ？リファ？リファかな。そういえば今日天気よかった。よかった。よかったです。嬉しいよね。天気いいって。ね、青空が出てた晴れでした。嬉しいです。天気がいいと気分がいい。本当に ひろひろひろさんこんばんは。明日山沿い雪降るかも。何なんだと。そう、晴れてると気分が良いです。本当に最高だね。微妙にまだ暑い。なんかあれだよね、外の空気自体はそんなに暑くないけど、あれだよね、日光、太陽が出てたりとかこうね、日光に当たったりするとちょっとじわっと暑いなーっていう、暑いとかもあったかい、うん、かなって思う。秋晴れいいよね。こうなんて言うんだろう、秋の匂いがする晴れって好きなんです私。ちょっと寒い時期が来てるなーみたいな、もうそろそろ寒くなりそうだなーみたいな匂いがしてる晴れってすごい好き私。10月でも青空が珍しいとか、やっぱそっちで住むのは無理そう。違うよ、新潟って10月だから青空が珍しいとかじゃなくて、そもそもとして青空が珍しいの。常に曇天だからマジで鬱になる。本当にマジで私天気鬱だもん。こっちいる時大体長期でこっちいなきゃいけない時マジ天気鬱。なんかそれでこうやらなきゃいけないことがこう立て込んであったりとかするとマジで無理。気分落ちてやる気起きないし、体がだるくなって。そうだよ、青空なんてもう勝ちです。勝ち、大優勝って感じ。マジでそうです。本当にそう。あ、須川さんこんばんは。お疲れ様です。こちらは大阪23時発夜行バス待ち。おお、お疲れ様です。あとちょっとだね。ね、冒頭でもちょっとご報告したし、ツイッターでもねツイートしたんですが、無事にグランプリをいただくことができました。ありがとうございました。たくさん応援していただきまして、楽しんで活動していきたいと思います。まあまあの心を青空にする。いいね、キザな感じで。日差し強いの苦手だから秋からの日差しが一番いい。わかるね、今年は特にね、痛いほどの日差しだったしね。雲が多くても空が青いなら晴れに、まあそれはそうだ、空が青いんだ、もう完全晴れだそれは、うん、東京でいう曇りが新潟の晴れですから。ね、ありがとうございます。本当にな、首が出た、涙が出そう。
アランさんこんばんは。個人的に新潟に行った時はほぼあれ。おお、いいじゃん、ラッキーだよそれマジラッキーだよ、新潟で晴れなんて。あー、グランプリありがとうございます。本当にみんなありがとう、お祝いの言葉ありがとうございます。あ、そう、ちょっとね、またたくさん新たに来てくださった方がいるのであれなんですけれども、お礼配信はですね、ちょっと11月になってしまうかもしれませんが、絶対にやりますので、またちょっと追って予定の方をお知らせさせていただきたいという所存でございます。サマイブの翌日、バンダイシティの屋外で、まあ配信聞きながら仲間に言ってたよね前。そう、暑いよ本当に、暑かった今年の夏、体調が悪くなる普通にね。なんか好きなの食べたり飲んだりしてさ、みんなでね、また楽しく、はい、お礼配信をしたいと思います。 NGT ちゃん、まあさ、最後の握手会めっちゃ晴れてましたよ。あ、そうだっけ、そうだったっけ、嬉しいね。鉛色のさ、確かにね、鉛色だよねいつもね。あー、生誕祭にね行ってきたわけですね。行ってき、そうだよね、行ってきたんだよねきっと。うん、きっとそうだよね。大阪発夜行バスってことはそうだよね。気をつけて帰ってくださいね。まあ気をつけようがないでしょとは思うかもしれないですけど、まあまあね、体調とかもね。確かにね、6月あたりでもうね暑かったもんね、うん、初夏から夏は晴れの日が、あー確かに、でも今年結構晴れてたけどね。それよりも暑くて本当にもう外に出る気になれなかった今年は。にょかさんこんばんは、こんばんは。あ、もうハンダ、はい、ということで皆さん、改めまして、ビスリーダーズ、3期メンバーオーディショングランプリありがとうございました。はい、またねお礼配信もしたいと思いますし、今月ねまだカラオケ配信残ってますので、はい、イベント期間中にやったのはあれ9月分なので、はい、今月はまたやりますので、そちらも楽しみにしていただきまして、あ、スクショ撮っときますか、なんかグランプリってどうしよう、なんかちょっとすっぴんで申し訳ないマジで。はい、という感じですはい、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。ドンテンさんハートありがとうございます。はい、じゃあ、あ、慎太郎さんもハートありがとうございます。また明日、ありがとうございました。おやすみ、またねー。